アバロン、ブリーチに到着しました。マーカーは目前です。なぜ全てオレンジ色に染まっている？あの骸骨は何なんだ？このエリアに高濃度の硫黄を含む温泉があるためです。ウォーメックの機能性に影響はありません。この巨大な遺骸からここ20年間ザーダにどれだけの変異があったかがわかります。敵種生産の結果です。次のエリアに垂直に伸びるシャフトがあります。目の前の制御装置を使用してそれを起動してください。地下中継装置より200メートルの位置まで進めます。